自社連続湯被害事件は2015年春から2017年にかけて近畿地方を中心とした全国地域で相次いで自社の国宝や重要文化財などに油などの液体がまかれ汚染された事件各地の警察は文化財保護法違反、器物損壊、建造物損壊などの疑いで捜査を行っており2015年6月1日に 米国在住の韓国のキリスト教系、宗教団体の韓国系日本人教祖の容疑者に大使逮捕状が発布され、同年9月10日には日本の外務省から旅券返納命令が下され、10月14日付でパスポートが執行となったことが判明している。また2016年にも奈良の3カ所の自社で同様の事件が発生し、2017年には京都、奈良、 沖縄、大阪、東京で発生しており、4月13日の東京、明治神宮の事件では、油のような液体を散布した容疑ですでに、日本から出国していた、朝鮮族の中国籍の女二人に逮捕状が発布された。2015年4月4日以降、近畿地方を中心とした各地の自社で油状の液体が、重要文化財や国宝などに振りまかれて汚損される。 事件が報道され始めた。油状の液体は、ペットボトルのようなものからまかれたり、スプレーのようなもので吹き付けられるなどしている。全国各地に被害が広がっていることから、模倣犯による悪質ないたずらの可能性も指摘されていた。文化庁は4月8日、文化財の防犯体制強化を求める通知を、都道府県教育委員会に出しており、下村博文文部科学省は、 大変遺憾だ。防犯設備の設置や汚損に対し、必要に応じて補助したい。引き続き所有者に注意喚起していきたいと声明を発表したが、その後も各地で続発し、5月29日時点の警察庁、まとめでは被害は16都府県48箇所に及んだ。2015年発生事件容疑者への逮捕状2015年5月22日。 2015年中に発生した事件に対し在日韓国人の両親のもとに生まれ韓国から日本に帰化した男によって2013年5月に設立された韓国のキリスト系宗教教団インターナショナルマーケットプレイスミニストリーが関係していることが捜査で浮上6月1日カトリ神宮の被害に関してニューヨーク在住のキリスト教系宗教団体の創始者とされる 韓国系日本人男性産婦人会師に対し、建造物損壊容疑で逮捕状が取られた。男は信者向けの集会において、2013年夏頃から、中国地方や九州地方の城や神社で、精霊様の命令で清めるため、お清めと称して、油をまく行為をしたことを発言したとされる。警察によると、48カ所すべての関連は分かっていないが、 カトリ神宮や奈良県内の寺の防犯カメラには当該の男とよく似た男が映っていたとされ、男がアメリカから帰国次第逮捕する方針である。男は韓国のキリスト教系宗教団体の教祖が創立した都内の教会でキリスト教に出会ったという。男は帰還後17歳の時に韓国のキリスト教系宗教教団で洗礼を受けていた。また男は ホームページ上で日本全国の実写に油をかけたことを語るだけでなく、YouTube でも油を注いで清めたと語っていた。当該キリスト教団による行為の宗教的、意味2013年5月に行われた決起集会にて、容疑者は日本の謝辞には悪霊などがついているとして油を注ぐことで清めたと説明している。また、東日本大震災は、 天のお父様の御心であるとして、地震で倒壊した鹿島神宮をスクリーンに投影して、本当に日本の君の首が折れたんだ。アーメン、油で清め、日本人の心を古い慣習から解放する、仏像など徹底的に偶像を破壊してくださいと、趣旨説明と呼びかけを行った。キリスト教では、描写のとゆや、高ゆの女に現れるように公ゆを用いることは、 祝福の意味合いがあり、転じて、汚れを払う解釈もされるが、今回の事件を受け多くのキリスト教関係者が、聖書と関係ない行為と非難を表明している。2015年の一連の事件に引き続いて、2016年後半から2017年にかけて、各地の神社仏閣などの建造物に、油のような液体がかけられる被害が相次いでいたが、2017年4月13日、 警視庁は、同月に、明治神宮の鳥居屋門に液体がかけられていた、事件で、すでに、日本から出国している40代の朝鮮族の中国籍の女性2名に、容疑者として逮捕状を発布し全国指名手配した。長谷寺本堂に上場、二の丸御殿四月四日から四月十日、四月十一日から四月二十日、被害は七府県三十カ所となった。 4月23日から4月30日5月新、光院表門の汚れは、無事に落とされた10月2016年11月2017年4月、国宝や重要文化財など、被害に遭った建造物、仏像などのシミの修復について、文化財の修復専門家は、完全に修復するのは難しいだろう。早くしないと、黒いシミとなって残ってしまうと指摘している。 被害を受けた各地で修復作業に向けた準備が始まり、現状回復が可能なものもある。4月上旬に被害が発覚した二条城や当時では、有機溶剤を塗り浮かび上がった油を紙で吸い取り、油を分解する薬品でシミを取ることに成功している。2017年の第41回世界遺産委員会において、こと京都の文化財で発生している自社。 連続湯被害事件をバンダリズムであるとして議題に、訴状し、加害者の追求と監視体制強化が求められた。ありがとうございます。